ということで最後の相談をお願いします。はい、いいベンチャー企業の見つけ方を教えてください。持っていて、じゃあどういう会社がいいのかなと思ったら、組織としては一枚岩がいい、設立3年目みたいな会社がいいなっていうふうに思った時に、なかなかそういう会社がマイナビだったりとかニクナビとかそういうところまでお金を落としていないっていうことがあった時に、実際行ってみないと分かんなかったりとか、そうなった時にどういうふうにして見つけるのかなっていうのをお聞きしたいなっていう。第2の時にベンチャーのインターン先を探してて、で同じような感じで迷った上で決めてたんだけど、2つすごいポイントがあって、モンテッドリーすごいおすすめで、あそこってその規模ぐらいのところが頑張って出してるところが多くて、サナモルもすげえ大量にあるからまずいいっていうのと、あとツイッター、社長のツイッターめちゃめちゃその会社の文化が出てくるから、そこをすごい見漁って、あ、なんかこの考え方好きだなみたいなところに対しては、実際に足を運んで話聞いてみるっていうのはベンチャーとしやすいから、ここまでやりきるとすげえ分かるし、あんまりそれで外れたことがなかったかも。その企業ページにもすごい色出るし、大体広報とかブログとかやってるから、そことかすげえ遡ると、あ、こういう過程を踏んでこういう思いが出来上がってるんだってすごい身をもって分かるから、 Twitter とかブログみたいなとこから拾っていくと会社の人物像みたいなものが見えてくるのでおすすめです。なるほど。ベンチャーも2人か1人でいるような会社はベンチャーってくくられるかもしれないけど、設立3年目も確かにベンチャーから、ね、その2社とかはそれこそ合宿とか研修とかすごく充実してると思うんですけど、設立3年目とかになると、多分教育とか本当になくって、こう自分からもうどんどんガシガシ持ってて、誰からも研修材料とかは与えられないと思うんですよね。設立3年目の会社で本当に新卒1年目の何もわからない状態で入っていいのかみたいな部分とかは一旦考えた方がいいかなって思いました。なんかさ、3年目って俺たちで今期で12月で決算終わって2期が終わるから研修ゼロですよ。ビジョンとか本当にここすごくいいなって思っても、それが自分が馴染めるかどうかっていうのもまず1個大事だと思うので、6年目とかになった時にすごく自分がスキルアップして入った方がこの会社と一緒に幸せになれそうと思うのであれば、その会社に入るのを順番を並び替えればいい話だと思う。一旦その3年目っていうのを聞いて、新卒で入るかどうかはゆっくり考えた方がいいなと思いました。探し方を見つけるよりも何を探すのかをまず先に見つけた方が絶対に良くて、多分そこがはっきりしないと、どの会社を見つけても結局後で違ったと思ってしまうし、その意思決定が良かったかどうかも判断しづらいと思うので、企業選びの軸から考えてから、もしそれでも絶対にベンチャーに行きたいってなったら、友人の探し方を使ってみたらいいのかなっていうふうに思います。気をつけなきゃいけないところなんてものが、スタートアップってめちゃめちゃ地道な作業が多いし、作業をしてるから成長してる感じになるんだけど、その実感が先行してあんまり能力が身についてないこととかもあり得るっていう話で、スペシャリストにはなれると思うんだけど、その領域以外行った時本当にできるんだっけとか、いろんなその切り口でちゃんと身につく能力っていうのは見ていかないと、すごい狭くて浅い人間になっちゃう可能性もある。ただその自分が最終的に利用するとか、それかめちゃくちゃビジョンに共感しても骨をうずめる気でここに入りますっていう気持ちであれば行けばいいと思うけど、基本的にある程度土壌ができた企業の方が学ぶレスポンスは圧倒的にあるし、もうちょっと視野広くすると子会社とかやってるベンチャーとかも多いし、そこって中はスタートアップだけど知見あるみたいなところもあるから、どの視点で入りたいのかっていうのがある程度明確にしとかないと、なんとなくスタートアップだとめっちゃ死ぬ可能性は高いなって思う。木村さんが足りてないのは自問自答という名の連想ゲームが圧倒的に足りてないと思うから、いろいろ書き出してみたりとか、もしじゃあ何年後にそのスタートアップ入るとしたらどういうところがいいかな、どんなスキルが必要かなみたいな、その今まで見てきたこととか聞いてきたこととかをちゃんと自分のキャリアプランに生かすためのその落とし込みをやるっていうのが、企業選びの軸を明確にするってこととも同等だと思うので、ぜひ帰ったらやってください。はーい。やれな、刺さってるな。今日の感想を一言ずつ最後にいただきたいなっていうふうに思います。一番感じたのは、就活生と社会人でこんなに見てるところが違うんだなっていうのをすごく感じて、深さみたいなところが変えてないなっていうのを実感したので頑張りたいなって思います。僕の去年の状態にすごい似てるなってちょっと思ってて、こういうことがしたいなとか思ってるけど深く意思決定できてないとかみたいな状態だったなっていうふうに僕は思って、
ってて、別に今でも遅くないと思ってるから粘り強く考えてほしくて、僕が今日一日木村くんと話してて思ったのは、どっかで思考を諦めるとか深くまで考えないでここだって決めて終わっちゃうっていう癖がもしかしたらあるのかなっていう風に聞いてて思ったので、本当にそうなのかとか、それの本質って何なのかみたいなところまで諦めないで考えるっていうことと、誰かに聞いてでも一緒に見つけるみたいなハングリー精神というか、なんかそういうものを身につけてほしいなっていう風に思うし、頑張ってほしいなって思ってます。就活ってすごい本音と建前のバランスが大事だなって思って、どうしてもどうすれば受かるかっていうのが先行してしまうことが、まあ、大いにあると思っていて、そうなってくるとどんどんその建前の方が熱くなってきて本音部分が隠れていっちゃう。で結局それで受かったとしても本当にやりたいこととかとマッチしないことが、まあ、往々にしてあると思っていて、なんでその建前のみ熱くするんじゃなくて、この時期だからこそもう一回その自分の本心に立ち戻って、その本音部分で何だっけっていうところをなるべく考えるっていうのが大事だと思ってて、時期的にみんな建前っぽくなってくる中で本音を語るっていうのは一つ差別化にもなるし、今後に生きるかなとは思います。今日この後帰って、あーなんかいろんな社会人に意見聞けてよかった、言われたことやろうって思わないでほしいなと思って、本当に整理して落とし込んで次のアクションにつなげるって部分が一番大事なので、今日このメンバーから言われたことが本当に自分自身にとって正しいかっていう部分からまず判断してもらってアクションにつなげてもらえたらとても嬉しいなと思います。ということで木村くんの就活が成功することを祈っています。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。